生活環境課の内藤です、今回はペットの防災用品について解説をしていきます、今回の動画も、秦野市防災アドバイザーの深谷さんにお越しいただきました。深谷です。深谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、ペットの防災用品についてお話を伺っていきます。クレートキャリーバッグケージっていうのはどういうものになるんでしょう。はい、ですね、これですね。よいしょ。で、これがキャリーバッグで、こっちがクレートって言われてるものです。で、安全のためにこういったものに入れるサイズの子はこれに入って避難するっていうことになります。避難先ででもですね、避難所で生活するってなった時にはこういったものに長時間入って滞在するっていうことになりますので、必ずこういったものを用意しておいてもらいたいなと思います。結構大きくて避難も大変だと思うんですけど。そうですね、これはまあ中型犬用なんですけれど、まあ、中型犬大型犬になるとちょっととてもじゃないけど持てないので、これですね、こういったものがあります。これがですね、普段こう、まあ、キャリーバッグでこうなってるんだけれど、これに乗せてバギーとして使うっていうこともできるような折りたたみ式のキャリーバッグになってます。これだと避難も楽にできる。そうですね、はい、自分でこう避難用品持って担いでこれをこうやって押すことができるので、この方が楽かなと思います。まあ、ちょっと地震の時は難しいかもしれないんですけど、雨の時なんかはいいかなと思います。で、1点ちょっと内藤さん、はい、注意点というか、はい、普段からやっておかなきゃいけないことがあるんですけど、はい、こういったものって急にこの中に入ると押し込められたら嫌だってなっちゃったりするんですよ、はい、なので普段からこういうものに入り慣れておくっていうことがすごい大事になるので、普段からこう例えばこの中でご飯を食べさせてもらったりおやつもらったり、これに入るとちょっといいことがあるよっていうような体験をさせておいてあげるといいかなって思います。続いてフード、水、食器、療法食、療養薬について深谷さんお願いします。まずはご飯ですね、はいはい、ご飯はだいたい1週間分ぐらい用意しておいてもらいたいかなと思います、はい、で、まあ、1週間分ぐらいなんですけれど、例えばこういう袋だったら、うん、封を切ってないものを1袋用意しておいてもらって、はいはい、で常にこう使い終わったらまた新品のまま買ってきてもらって、はい、っていう感じでローリングストックしてもらえばいいかなって思います。であとですね、こういう缶詰とかレトルトっていう、はい、まあ、ごちそうっぽいご飯とかがあるとちょっとストレスで食欲なくなっちゃった場合にも、匂いがすごくいいものなので、はい、食べやすくて食欲が出るかなっていうのがあるので、そういったもののそれぞれのおすすめします。はい、あとまあおやつ大好きなものとかがあれば、そういうものもあったらいいかなと思います、はい。で、それから続いてお水ですね。はい、お水は人の場合1日3リットル必要と言われてますけど、はい、ペットの場合目安とかはあるんでしょうか。そうですね、はい、ワンちゃん猫ちゃんの場合、まあ、最低限体重1キロあたり50ミリリットル必要かなっていうふうに言われてます、はい、なので、まあ、例えばこの2リットルのペットボトルで1本で、体重5キロの子だったら1週間分ぐらいになるかなっていう感じですね。それから、療法食、これは療法食はですね、大体まあ自走で1ヶ月分ぐらいあるといいかなって思います、はい、先ほどペットフードを1週間おっしゃっていましたけど、療法食は1ヶ月分になるんですかね。はい、避難所に、まあ、例えば支援物資来ますって言っても、ペットのものはそもそも来にくい、来るのが遅れる上に、まあ、こういう特別なものっていうのはなかなか届きづらいので、そういった意味で、まあ、普通のご飯よりもこれじゃないとダメっていう子はもっとたくさん備蓄が必要かなっていうふうに思います、はい、でそれと同じで、それと同じでもこのお薬に関してもやっぱりないと命に関わってしまうということになるので、
亡くなってから動物病院に行きますじゃなくて、やっぱりローリングストックで常に手元にある程度ある状態で動物病院に行ってもらいたいなって思います、はい、物によって移植する量が違うっていうことで優しいんですよね。そうですね、はい、はい、であのご飯にしてもお水にしても、はい、まあ、こういう入れ物がないと食べられない、うん、飲めないので、はいはい、食器も必ず忘れずに用意してください。続きまして、首輪、首輪、口輪について、高橋さんお願いします。はい、まずですね、首輪と、ハーネス、まあ、これどちらかをつけて、リードをつけて、はい、まあ、これで避難すると思います。なんですけれど、もしこれが壊れてしまったら困っちゃいますよ、はい、なので、必ずもう1セット、予備をあの用意しておいてください。はい、お願いします。はい、となると、こちらが口輪だと思います。そうですね、どんなふうに使うものになるんですか。はい、はい、こんな感じで使います。マフィンみたいな。そう、ね、かわいいですよね。で、なんでこの口輪が必要かっていうと、そのキャリーバッグに入ってない状態でたくさんの人がいる中でこう犬を連れていた時にちょっとこう鼻先がこすってしまった誰かにってなった時に、やっぱり苦手な方はそれだけでもすごく恐怖を感じると思うんですね。仮に噛まなかったとしてもです、はい、なので、まあ、これをつけてれば噛むことはないから安心してくださいねっていうメッセージになるのが一つと、あと、まあ、普段うちの子噛まないから大丈夫って思ってても、やっぱりこういう混乱した状態の中でうちの子がどういう動きをするかっていう予測できません、はい、もしかしたら怖くって噛んじゃう、口が出ちゃうってことも何にしもあらずなので、まあ、そういう2つの意味でこの口輪を用意しておくことをお勧めしています。次にトイレ用品についてよろしくお願いします。はい、じゃあまず猫ちゃんのトイレから、はい、猫ちゃんの場合あの猫砂を、ね、使っている方多いと思うんですけど、まあ、なので猫砂もたくさん備蓄が必要ですが、はい、もしその備蓄がなくなっちゃった場合にも、はい、こうやってあの細かく新聞紙とかを裂いて、うん、で簡易的なトイレを作ってあげれば、うん、まあ、猫ちゃんはこれをトイレにしてくれるので、うん、まあ、これもあの、まあ、いきなりは難しいと思うので、はい、普段から体験しておくっていうのが必要かなって思います、はいはい、で続いてはワンちゃんの場合、室内でトイレする子は、まあ、いわゆるこういうペットシーツが、うん、になりますけれど、実はこれ一人でも使えるんです。はい、そうなんですよ。あの、ね、こう普通の便座にビニール袋を設置して、はい、これを中に入れてすれば、この中に吸水ポリマーが入ってるので、ちゃんとこう吸水してくれて、はい、で、あのこういう匂いが出ないゴミ袋にこう入れて吸水すれば、人間のものもそれで用が足せちゃうということで。なのでうちはこれを箱買いしています。そうですね、ペットシーツは、はい、人間も使えるということなん